さあ始まりました。来たかな。あ、来たね。皆さんこんばんは。久しぶりだね、インスタライブって。何ヶ月ぶりかな。ねえ、お家というか実家に帰ってきました。そう、お父さん、うわ、もう104、早い。え、こんなに来てくれんの、ありがとう。え、めっちゃ来てくれありがとう。みんなこんばんは。いいゴールデンウィーク過ごせてますかねえ。あ、テタ君来てくれてありがとう。ワンエンの今度なんか一緒にご飯行きたいです行きましょう。なんかアニメのキャラに、そう、ナルトみたいってよく言われる。あとね、あの孫悟空とか言われた。吉本のあの警備員さんに孫悟空来たとか言われてめっちゃいじられたけど、そうそうそう、うん、実家今日家族が見に来てくれて、あ、そう、今日はあの分からない方に説明すると、笑い未来フェスっていう、こう吉本の主催の、まあ、SDGs って今話題じゃないですか。ほんでそれの、あの、まあ、テーマにして、あのそういった大きなフェスがあったんですけど、それが大阪万博公園でやって、僕たちはその M ステージって言って、あの、ジェネレーションズさんと、僕の大好きなドーベルマンインフィニティさんと、そして僕たちの仲間のオーブ、そしてオクトパス、NMB 事務所同じ、NMB48 さん、そしてエンジンの6組で、ライブをさせていただきました。でね、僕たちは3組目かな、うん、まあ、オープニングのアクトの方もいらっしゃったんですけど、そう、まあ、実質6組だから3組目のライブ登場して、で僕は、髪色を、明かさず、そしていきなりこれで板つきをして、皆さんびっくりしたよねね、私もドベファン本当にもう大好き。もうね、もうずっと、もう多分自分ね、ドーベルマンインフィニティさんの曲全部知ってるよ。そう、僕 LDH めっちゃ好きなんですよ。あの LDH のからがなければ僕は芸能界入ってないから、そうだからもうみんなに感謝、 LDH の人たちに。めっちゃ目立つ、あのね、めちゃめちゃね、あのこれ渋谷とか、あのそうだから結構前というか何日か前に染めたから、あの東京の街歩くやん、あの全然じゃなくて、めっちゃ人からの目線を感じてすごく恥ずかしいでいっぱいです。でももう僕はあの見られるお仕事をしてるので全然 OK ですそうだから初めてやったの面からにしました。ねえ、これすごいよね。あのこれをなんでやろうかって言ったら、ごめんね、今日あのもう今日のフェスめっちゃ楽しくて、超楽しくてテンション上がってるからずっとニヤニヤしちゃうやろし、あのずっとマシンガントークしちゃうかもしれないんですけど、そこはごめんなさい。はい、そう、何の話してたっけ。ごめん、ちょっと忘れたそう、そんな綺麗ね、前ピンクやってたからけど、そう、自分やってくださってる人がめっちゃすごい上手な方で、うん、もう何でもやってくれる。私今髪色緑唯一やったことないかも。そう、あのね、高校の先輩大学にそっくりな人がいる。あ、そうなの、こんな人いる、こんな黄色髪で。髪の毛おいしそうはやめてやバナナに見えるかな。あ、思い出した。そう、なんでこの髪色にしようかっていうと、まあ、もちろん面からっていうのもあんねんけど、あの BTS のあの J-HOPE さん、ホゾクさんがあのちょっと前バターの時にやってたじゃないですか。それ見てずっとかっこいいなって思ってたんやけど、そう、あのずっとやりたいなって思ってたんやけど、いつのタイミングやろうかなと思って、でなんかもうバンってこう出れるタイミングがいいなと思って、あのこのタイミングでやっちゃいましたなんで多分蛍光もこの髪色でいくかな。うん、でも気分が変わったらまた変えちゃうけど、そう、黄色ってね、意外と次の色何でも入るから。そう、もうめっちゃ200人いきそう、ありがとう。こんなすぐあのあれやのにね、結婚、そう、こんなバリバリ関西弁、そうやで、知らんかった。
バリバリ関西弁やで。うん、だって大阪出身やもん。木上のメンバーの反応、 みんな似合ってるって言ってくれた。そうそうだ、ピンク終わったのはそうやんな。ピンクはだからバスケのハーフタイムショーでしか みんなの前にいて登場してないから、ね、意外と激レアカラーでしたね。髪の毛頑張ってるね。髪の毛全然傷んでないよ、うん、すごい関西弁、大阪にいるんで。個人的にピンクが一番好きだった。ごめんね。じゃあまたピンクやるね。髪色パクリ続けようって思ったけど、その黄色はさすがに派手で真似できた。うん、しなくていいと思う。これはね、ほんまにおすすめはしません。衣装もすごく似合って、そう、衣装をね、今回も担当させていただきました。衣装、ひゅうがくんとエリックで考えて、なんでこの衣装にしたかっていう、じゃあ説明すると、まあ裏話になるのか。そう、だから笑い未来フェス用の衣装として今回は作らせてもらって、まあ、僕たちがその初めてその LDH の皆さんと対バンさせていただくってことやったんで、その LDH っぽい感じのイメージをまず作ったんですけど、でもオクトパスとかオーブとかのファンの方もいらっしゃるし、僕たちはそのプデューでね、デビューしてるから、そう、韓国と LDH の皆さんのそのうまくこうマッチできないかなっていうので生まれたものが今回の衣装だから、今日インスタ投稿したからみんな見てね。そう、たけちゃん、どのアニメ実写化ですか？ 2.5 次元やりますか？じゃあ、結婚衣装は違う衣装なんですか？あ、それは分かりませんね。肌めっちゃ白く見えるよね。ね、すごいよね。やっぱり今日も本当にかっこいい。ありがとう。そう、あ、ねえ、みんな聞いて、携帯アップデートしたから絵文字がハテナじゃなくなった。こういうのも見れるんや。そうね、すごい。じゃあもう今日の衣装は見れない。どうでしょうか。でも多分今後も使うと思うけどな。今日の笑い未来最高でした、ありがとう。また出るね。出るねって自分で決めることじゃないねんけど、また出させていただけるように頑張ります。大河くん、台湾は24度だった。大阪ね、そう、自分たちが、登場した時はすごい暑かったんやけど、朝と夜は寒かったな、結構。うん、今ピアスつけるのに苦戦してる。どういうこと？すごいあれやね。まあ苦戦していちいちコメント書いてくれるんや、ありがとう。これ見れる。そう、タイガちゃん、あ、みんな焼いてくれるやん。うわ、アップデートしたらこんなにいっぱいあるんや。フェスで初めてエンジのパフォーマンスを見て、タイガくんのことを気になり始めましたって、ありがとう。わざわざライブ見に来てくれたんやね。すごい嬉しいです。だからみんな、仲本タイガースのみんなもそうやけど、ミューズのみんなも仲良くしてあげてください。よろしくね。ドーベル兄さんたちと会えたよ。お話ししたし楽しかった。もう幸せやった、あの時間。もうほんまに幸せやった。だって推しが目の前におんねんで、推しが目の前に、もうかっこ超かっこよかった。自分そうめっちゃ裏話やねんけどさ、ドーベルマンインフィニティさんがステージ立ってる時、舞台袖から見てました、ずっと。舞台袖でもうタオルとか回してずっと楽しんでました。なんかモニターで見てもさ、やっぱリアル味わえへんから、もう舞台それずっと見てた。で、ファンさん来れへんかなと思って。そうそう、ナルトみたいね。この間阪神の試合見に行ったね。自分も今回のタイミングで行けたらよかったなって思ったんやけど、うん、ちょっとタイミング合いませんでした。お、今日のフェスで今年絶対エンジンの現場行くって決めました。やったー、ありがとう。6月15、あ、そうや、ね、6月11日かな、今日情報解禁やというか、 FM 大阪さん主催の、ライブが、スリーマンライブがあって、それがどこでやるんやったかちょっと忘れたんやけど、大阪で、ライブするからみんなおいで。なあ、推しが目の前ですね。幸せすぎるよな。髪の似合ってる、ありがとう。ファンスターもらえた、そう、もらえてん、ファンスターもらえた。ステージではもらえてへんけど、後ろでたくさんもらったので、で僕ロケバス
でタクシー来てもう絶対最後挨拶、一番最後に最後に挨拶したいと思って、一番最後に記憶に残ってもらいたいと思ったから、あのバスのロケバスの入り口のところでお疲れ様でしたってもう一番出入り口に近いところに立ってた。今年受験生頑張ってな。鍵閉めそう、あれやろ、鍵閉めってオタク用語、初見ありがとう、来てくれてごめんな、こんな急に派手なあの若い人がね、あのバーンって出てきてありがとう来て、宝大阪って書いて、そうそこどれくらいキャパ、800キャパくらいなんかな、大阪行きたい、おいでおいで大阪、僕めっちゃ行ってるな。舞台でも行ってるしね、いろいろ考えたで、頑張ったもん、どうやってお話ししようかなって思って。挨拶の時大学目の前の時、ああほんまに、そうそう、今日ね僕あ最近めっちゃ大学の沼なんですが、どうしたらいいですか、じゃあそのまま沼にズボーンって入っちゃってください。ね、最近はそう、今日思ったこと一個言っていいですか、中本大河推しが多かったです。プラカード持ってる人たちがいっぱいおって、もしかしたら今までで一番多かったんじゃないかな、まあそれはね規模もあるのはもちろんないけど、その規模に対しての比率もすごい、中本大河って持ってくれてる人がおってめっちゃテンション上がりました。そうやっぱね、ああいうのってね、自分すごいあのバイブス上がるんだよ。そうだからありがとう持ってくれた人も。今日でめっちゃミューズ増えた。おいほんまに？やったね。そう僕たち、あそう初めて見てくれてる人いたらあれなんですけど、そうエンジン、僕エンジンっていうグループ入っとって、ほんでエンジンのファンの人たちのことをミューズって言うんですよ。そうエンジンのロゴはこれ。あごめんね、ちょっと分かりにくいかな。反転してるかな。そうこれがロゴです。そうなんでそののこのあ、ね、3つの円があって、1個目の円が僕たちメンバー、そしてここが、ノナッフ、スタッフさんですね。でここの最後の円がもうミューズっていう、このファンの総称をミューズって言うんです。そうでこの3つの円が交わってエンジンっていうグループができてるよっていうグループなんです。やった、ちゃんと説明できましたよ。リング2つ、これはあの滝沢翼くんのですから、これ前返してって言われたんやけど、うん、無理って言って返してません。今日あれスタバおごった、滝沢に。今度からプラカード持ってった方が分かりやすい。うーん、黄色のペン、あ、でもフェスやったからあのペンライトが分かりにくかったから、プラカードはすごい今日あの嬉しい、なんか分かりやすかったなっていう。あ、そう、スローガン、スローガン、そうスローガンね、ごめん。最近大学も会社でデスクトップにして、すごいありがとう、嬉しいな、ルン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 増えたね。2個つけとんのって疑問に思うよな、2個も使わへん。1個しか使わへん。私も大河ちゃんのうちは持ってた、いった、ありがとうありがとう。金髪ヘアバンドの破壊力よくいい。そう、まあ黄色なんやけど、そう、あ、そう、今日ね衣装持って帰ってきちゃって、そうだからこれ衣装です。大学の翼くんって仲、そう結構仲いいで、ほんまに割と。今日タグルのファンの人も演じの時めっちゃ、あ、そうな、ありがとうって言っといて、知ってる人おったら。オクトパスの お友達がかっこいいって言ってたから、そのまま大学ちゃんのこと好きにさせたい、よろしくね。プラカード振ってありがとう。結婚まであと2週間しかないのに無理。今から緊張するね、緊張するな。どうなんやろ、どうなるんやろな。もうすっごい楽しみ。ツイッターの集合写真めっちゃ良かったね。ね。最後今日もかっこいい。ありがとう。かわいいか？かっこいいで。あ、見て今日ね。あ、そう、あのさ、わかる人わかると思うけど、パールのさイヤーカフあったやん。あれどっか落としちゃってん、今日フェスの時に。ほんで違うあのちょっとチャラいピアス、あのフェイクピアスをここに垂らしてたんですけど、刺さって耳ここ赤くなってる。そう、お肌ツヤツヤやろ、ちゃんと加工してないで、ほら。
梅田で迷子か。梅田あんま行ったことないか。今日ダンスキレキレです。ほんまにありがとう。アイドルしてる時の大河ちゃん本当に最高よな。ええー。うん。今日発光してる。電気消してあのこのライトのやつつけてるから。髪色に当てありがとう。全世界の人仲間と大河ちゃんに。それいいね。どこ行ってもあ大河ちゃんだ大河ちゃんだってなるんでしょ。めっちゃ嬉しい。大学の声は一番安心する大好き寝ないでね。僕毎週スペースツイッターのスペースってのやってるんですけど、みんな寝るんですよ。ほんまにな、あかんで。ほんまジェネ推しだったんですけどエンジンハマりました。ありがとう。でもジェネレーションズさんのことも応援してください。僕も大好きなグループの一つなので。ドーベルマンさんはもう圧倒的なんですけど、すいません。やっぱだって僕それこそプロデュース101で最初のね評価でビッグシティロデオを踊らせていただきましたからね。本当に待って、マジなんかあった。最近ミュースになってから今日初エンジンだった。おー、めちゃめちゃかっこよかったし楽しかった。ありがとう。楽しんでもらえたならよかったです。結婚楽しみに今10連勤。うわ大変やな。なくなっちゃってん。あれ一番お気に入りやったのに。まあでもみんな楽しんでくれたらそれでオッケーまだ買えばいいね。お父さん見に来たよ。そうお父さん今あの妹とお母さんをあの夜行バスで帰るんで、夜行バスのあれまで送ってます。蛍光もイエローカラーかな、わかんない気分かな。大学の着替えなの、着替えたい。すっごく暑い。これね見て、ほらフードほらフードだけなの。ほんでこれも短い。あなんかこれちょっと待って、また透けちゃうからダメだ。無加工で強いエンジンほんと好き。ありがとう。落ち着くがね。そうなの。そうやめてほんまに。大学ギャルピください。明日4時起きだけど頑張って。いやそれは寝てください、それは寝てください。ほんまにもうあれゴールデンウィークやから、あのねゆっくりできる人だけ見てくれたらそれで OK。 今日はねどれくらいやろうかな、あのなんとなく気分でやります。なんでさらっと終わっちゃう可能性もあるけど、このテンションやと終わりませんきっと。ホロウェイのパフォーマンスビデオみたい。いやー確かにやってないか。あでもやったかな、ごめんちょっと覚えてないからあれやな。確かに載せてほしいな。一旦スクショタイムいただいてもよろしいでしょうか。いいよ。何しよっか。まあたこ焼きありがとう。仲間と仲良しさやな、仲良しやな。大阪までわざわざ見に来るってなかなかよな。今日高い、ごめん、テンション高いね、ごめんな。そう気に入ってもらえるイヤーカフプレゼント、いい、ありがとう。でもねいろんな方からイヤーカフもらって、すごいあのいろんなのつけてるから楽しい。ごめん、ちょっと変態なことになっちゃってごめんなさい。手振ってくれたら礼してくれた。そっかそっか。今日行きたかった共通テストの、ゴールデンウィークに共通テストの模試があるなんてあれやな。また会いに来て。朝5時までになって絶対やりません。昨日僕たち YouTube 企画でタケノコの里食べます。 YouTube で食べませんよ。そうすごい疲れること、走りまくったんで、あのもう寝ます。今日は昨日の疲れがすごいから。ゴールデンウィーク部活頑張ってな。今来た、ありがとう。 TSX、 あ、待って、今日のスタバのメニューな、あれやで、今日のスタバのメニューはベンティーサイズ抹茶、ベンティーサイズ抹茶クリームラピチーノ、チョコレートソース追加、チョコレートソース多め、ホイップ増量、インホイップ追加、パウダー増量、ホワイトモカシロップに変更です。タケノコ生えで
圧倒的タケノコの里派です。ステージで走らされたって言ってた。そう、もうほんまにやばかった。何キロ走ったの？マジで10キロは走ってると思う。めちゃくちゃ後ろのブロックやったんやけど、めちゃくちゃ応援した。エンジン、ニンジン、ペンギン、ありがとう。それはよく覚えてるねあ、まっちゃん、あ、ちゃんと聞き取れてる、合ってるで、さすがです。最近ちゃんとあの僕の魔法の言葉をあの記憶できるようになってきましたね、皆さん夜勤の仮眠中、朝まで長い仮眠してな。そういう人にはこのインスタライブはすごくあのおすすめする しますね。あの僕はあのすぐ寝させてしまう魔法を持ってるので。稽古外れた剣、大学会いに行けんくなった。外れた剣っていいな、そういうの欲しい、欲しい剣すぐ使うあかんわ。いつもどうやって考えてるんですか。まあ、あの僕カスタマイズも全部頭に入ってるんで、今日はどういう気分かとかいろいろ考えながら飲んでます。毎日スタバ飲んでて、なんで太らないんですか。ご飯食べないからですシンプルに。そうなんです。キーボード入る魔法の言葉、呪文か。そっか、ごめん、魔法の言葉じゃなかったね。エンジンの曲の振り付け好き。おー、本当にそれ嬉しいな、ありがとうね。そうだから、まあね、今日の話あんまりできてない、もっと今日の話しよう。だから なんかある、お話聞きたいことなんか答えれるものを答えようと思ってるよ。大河君、洗った後少し濡れてたら枕が黄色になったりしませんか。あのシャンプーとか真っ黄色になるよ。ご飯食べる、ごめんなさい。性格優しくないって自分言っておいて、声が優しすぎるスペースだと眠くなる。うん、僕性格優しくないで。私ももっと方言出すから、出してこう、みんなで。あ、アネクテッドの始まりはいった。今日ね、ちょっとあのセクシーにやってみました。そうなんです。今日は何パフォーマンスした、あ、そっかね、来れてない方のためにセトリ言ったら、全部ね7曲やりました。ほんで1曲目アディクテッド、あ、なんか声優はネームリミックスで入ってきて、アディクテッドっていう曲やって、その後エンジンっていう曲やって、その後パーフェクトステップやって、その後は、ピースサマーやりました。でほんで MC 挟んでファラウェイやって、シャイニングユアライフやって、トレジャー、あれ1個増えたあれ1個増えた、どこで1個増えたんやちょっと待ってなんか1個増えた、え、7曲しかやってないです。あ、水盤ネームリミックス足しちゃったんや、あ、ごめんなさい。そう、7曲やりました。結構大変だったんです。そうそうそう、ピースサマー好き、よかった。そう、人生で初めてではない、ごめん嘘ついて、エンジンとして初めてイヤモニつけたんですよ。イヤモニっていう説明すると、イヤモニ、なんて言ったらいいのな、そのイヤホン適当すぎる説明。そう、そう、曲をこう聴けるやつが、耳にこうつけれるやつがあって、それつけてやってみたんですけど、やっぱ音がちゃんと聴けるのってすごくいいよね。うん、そう、ピースサマー聞くと夏が近づく感じがね。アディクテッド生で見てみたい、学に会いたい、会いに来て。稽古の企画とかあるんですか、どうでしょうか大学のドベの推し曲、もうマジで選べない、どうしよう。あ、 To You っていう曲が好きです、僕は。でも今日99やってたじゃないですか、99もめっちゃ好きやから。あ、歌ったらあかんのか、どうなんやろ、あかんよな。イヤモニデビューおめでとう、ありがとう。今日行きました、楽しかった、ありがとう。楽しんでくれたかな、よかったよかった。これまでイヤモニなかったの不思議なレベルだから、嬉しいね。イヤモニずっとしてないもんな。そう、明日から今日のフェスのセトリで出勤する、うん、今日のフェスの感じをちょっと明日の朝楽しんでください。
受験終わったら、あ、これフォローしてくれた人も出るんや、ありがとうフォローしてくれて、受験終わったら見に行けたらいいです。うん、おいで、楽しんでもらえるようにたくさん頑張るから。やばいです、最後の声聞いたら眠くなってきました。もうどうしたらいい、ほなどうしたらいいんやろ、ちょっと声変えるあかん、いや悪いこと、性格悪いこと考えちゃった今。あの君が好きってそうなんや、ひよこもやもにあり、もちろんあり、ありありあり、大きいからね。たやかちゃんカラコン何使って、カラコンはブラックピンクさんのカラコンつけてます。結構でもあのミリが薄いから、目は小さく見えるかもしれへん。絶対クマちゃん来るかと思った、え、クマです。もうほんま悪いでみんな、おー、クソチスーパーでかい、もうほんまにあかん、もうほんまに怒られるからあかん、ほんまにあかん、マジで。シャイニングの出だしカウントなしで始まって感じでしょう、それね、ここで耳にカチ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 ってなってたからね。そうでもね、今日反省しなきゃいけないのはシャイニングがね、あんまりいいパフォーマンスができなかったことです。ごめんなさい、もっと練習します。吉本の社員食堂のカレー食べたけど、家の夜のご飯2日連続でカレー出たそう、実はあの吉本の事務所はあの歌舞伎町にあるんですけど、あの入ったところに自販機があって、カレーの自販機があります、吉本。うん、あとそう、ごめん今日目充血して、そう日焼けしたからフェスやったから、ごめん、ちょっとあんま美中が、に自信がないです、すいません、それだけ謝っとく。なやくん高音めっちゃ多くてびっくりしました、そのためにすごいってなって、ほんとありがとう。そう、自分さ高音得意じゃないねんやん、だけど高音を任せてもらうことが多いから結構しんどいなあ、もうフェイクもな、自分やすごいやりたいって思うけど、結構もう毎曲ってなるとだいぶドキドキする。今日ちゃんと出てたかな、そう、暑かった、美術最高やった、ありがとうご飯、カレーの自販機、ご飯とセットじゃない、ルーだけ、吉本の自販機。美術今日100点満点、イエーイ、気持ち100かけってね、こうめっちゃ綺麗、よかった。大河くんいつの間にこんな関西弁に、まあもともと関西人やからなどうなんやろ、なんて言ったらいいんやろ、こうフェイク最高綺麗、本当よかったよかった。あなたの好きなアメリカの歌詞は何ですか。ちょっとめっちゃマニアックになっちゃうんですけど、あのジョイフルノイズっていう B 級の映画があって、そこに出てるジェレミー・ジョーダンさんがすっごく歌が上手でめちゃめちゃ好きです。あんまり知らないと思うんですけど、ナナポートの時に高音感動した、よかった。ね、もっと高音はでも鍛えなきゃいけないなとは思ってたんですけど、私もたまに関西弁で話す時があります。それは関西出身やからかな。あのエセ関西弁って嫌われますよ現にあの演じの滝沢翼という方がもうずっと関西弁使ってるの、もう一回も関西住んだことないくせにずっと関西弁使ってるから、ほんまやめてほしい。ジェレミー・ジョーダンさんわかるかな。衣装もかっこよかった、めっちゃ肌きれい、ありがとう。お化粧すごい綺麗です、参考にしたい。僕のじゃあ、あーやばい、僕の化粧品紹介しましょうか。じゃあまずファンデーションはこちらです。あ、めっちゃ下水でごめん、韓国コスメジベルニ、こちらですね。これをファンデーション、何番かは分かりません。はい、これがファンデーション、僕の使ってるファンデーション。そして見て、しまじろ化粧ポーチ、そして
まあコンシーラーはザ・セムのコンシーラー使ってて、ほんであとロム&のあのこれサンバドライラグラスってやつ使ってて、アイシャドウはほんで あとねこれも使ってるね。これはいただいたやつなんやけど、かわいいね、虎のやつ、かわいいやろ。これは涙袋を使ってる。そう、これもアイシャドウです。ほんでワックスはこれ、あ、なんかめっちゃベタベタなんやけど、あのアースっていう美容院のワックスです。ほんでのもう一気に紹介すると、あ、ほんでこれが髪の毛ラメ使う時のやつです。これはほんま涙袋とか眉毛描くやつなんですけど、はい。そしてリップはリップはこれ、あの宮脇さくらさんが やってたかな、あの全部韓国語なんで分かんないんですけど、あのプデュの時にもらったこれなんて言うんやったっけ、ティントで、そしてリップはシャネルの一番使っとって、ほんでたまにあのライブの時とかはケイトのグロス、リップグロス使ってます。そしてアイラインと涙袋を作るのは3時のヒロインさんがくれたやつキャンメイクの多分なんかアンバサダーかなんかされてるのかな、3時のヒロインの皆さんがあの使わないって言ってもらったやつです。この辺はこれはもらい物なので自分で買ったものではありません。で、まあ眉マス、まあ、これはもう有名よな、なんかヘビローテーション。そうで、たまにこれ黒の眉毛の時はこれ、ちょっと自分全然分からへんねんけどこれ使ってて、ほんでまあそうアイライン、あとはこれ涙袋のここの下にこう書いてやるやつ、ケイトのなんか使ってます。ごめん、きょうちゃんコメントしてくれた、ごめん、もこため中本って呼ぶ、ごめん、なんか中本さん、はい、ヘアオイル紹介して、ヘアオイルは、そう、今日みんな、メンバーのみんなに貸してあげたんです。ヘアオイルは、サラサラか、重めダメをどっちか、選べます。それを、これは、エイトの、エイトザタラソ、これもあれですね、あの、まあ、これは市販で普通に売ってるやつです。で、そしてこれはトラック、これ有名じゃないかな、もう多分 TikTok とかでもめっちゃ有名になった、一番有名になったヘアオイルなんやけど、これはほんまもともと美容院とかでしか売ってないんやけど、最近ドンキとかで売られるようになって、金木犀の香りとかがして重めの髪今日したいなっていう時はこれ使ったらいいと思います。はい、僕の化粧はこんな感じですかね。あとはなんかこれ使ってるの、これ分かりません。はい、僕のメイク紹介は以上です。何のライブとも関係ありません、ごめんなさい、山田京のせいです。見てコップ、笑いみライフェスのもらって帰ってきたね、そう、これ記念に持って帰りました。気づいたよ、ごめんね、きょうちゃん。トラックオイル3番持って、3番いいよね。自分3番いいの使ってますね。今日使ってたもんね。ポーチもう一回見せる。ポーチは、あ、こっちか。トラ、しまじろ。そう。メイク紹介でした。ごめんなさい、これ需要あるちょっと待ってな、全然需要ないよな、ごめんな、ほんまに。そうで、コンタクトはカラコンはあのブラックピンクさんのやつ使ってます。結構あの女の子が、女性があのメイクするくらいメイクしてます、結構。でもだからすっぴんも恥ずかしくて見せれないです私もコップ買った、あ、買わなあかんねんや、そうなんや、匂い嗅いだけどお水飲んだやつ
そう、お水だった。需要しかない、よかった。コスメ大学君とお揃いしたい。そう、これはこの、ファンデーションはヒューガー君におすすめされて買いました。でもこれはステージの時とかしか使えません。あ、普段はなんかもうメイベリンのリキッドファンデーションとかちょっと落ち着き目のやつ。韓国コスメのファンデーションって割と結構そのどぎついのが多いから、メンズにしてはそのザメイクになっちゃうから、割とステージの時とかしかせえへん。そうやね、すっぴん綺麗じゃないねんで知らんやろみんな、ほんまにあかんで。あっ、あっ、あっ、島次郎かわいいよね。これもいただいたやつ。すっぴん綺麗じゃないよ。 YouTube たまにすっぴんで出てる。エンジンの YouTube。 ファンデーゴにパウダーつく、その自分あのテカリ抑えたくない人やから、テカなんかライブってやっぱ汗とかかいてる方がかっこよく見えるから、自分はパウダーせえへんねんな。ドッキリのやつすっぴんじゃない、あれな、あの メイク落とし忘れて寝たから。そう、自分今日課題やらなあかんねん。そう、今日までの締め切り、23時59分までの締め切りの大学の課題があって、そう、インスタライブ終わったらもうずっともうやらなあかんから、ちょこれ最後みんな終わる前に言って。その色ブリーチ痛くなかった、自分ブリーチ一切しみひん人やから、いつも頭皮までやるで。ピンクからブリーチ何回した？1回だけ。エンジンもジェネもドーベルもライブ行くくらい好きなのに今日仕事で行けませんね。そっかそっか、そしたらまた違うタイミングで来てほしいな。大学行ってるよ。そう、課題ね、やらな。でも課題よりみんなとお話ししたいから。あと1時間半しかない。どうしよう、困ったな。インナーしすぎて大丈夫。でも今日はテンション的には課題よりインスタライブの日したい 日やから、させてください。ねえ、すっぴんだと思ってたのに落とし忘れ、そう、落とし忘れた。カラコンも外してなかった自分。休校外れちゃったから受験終わるまで会いに行きたい。ああそうなんや、ほんならオンラインでな、見てください。オクトパスとの絡みはともちろんあるよ、それはもう。だってねえ、もうずっとお話ししてたよ今日も。海保くんとか栗田浩平くんとかずっとお話ししてた。大河くんの子タイちゃんって呼ぶのは可能ですか？僕は何でもいいですよ。でもみんなタイガちゃんって呼んでくれてるよ。今日ライブ楽しかった、ありがとう。また来てな。私もあと1時間半以内に郵送しなきゃいけないんだけど、大学のインライン優先です。じゃあそうしましょう、みんなでそうしよう。僕も課題は諦めます。あかん、絶対。この間四谷くんとのツーショットでもありがたかったです。あ、本当に四谷くん今日はその前以来やから、その時以来に会ったから、ツイッター載せてくれてありがとうございますって言ってくれて、いやいやこちらこそありがとうございますって感じをね、撮ってくれてね。ハート食べてほしいな、後で食べような。タイガって呼び捨てはありですか？あ、呼び捨てもいいね。呼び捨てしていいよ、全然呼び捨てもいい。楽単の、そう、あと僕10単位で卒業できんねん、大学。134単位を取得せなあかんねんけど、今124単位やから、あと10単位、ほんまにあと10単位。そう、剣ってさぬき、え、さ、な、なんて読むのこれ、何でもええやんね。そうそうそう、くまちゃんのことを踏み呼びしてる人いるって、うん、いたらすごいよね。中本様って呼ぶのも、なんでも、なんでもいいよ。そう、今4年生、そう、今4年生。なんか大学とかしか呼べない？大学呼びできたら OK、 ほんまなんでもいいね。カラコンはグレーやで、これは。うん、私も単位やばいんで応援してください、頑張ってよ。サヌキな、ほら、でも知ってるし、うん、まあ同い年なんて呼び捨てにしても、うん、いいね。単位懐かしいね。え、もう大学が一番しっかり、これ呼び捨て絶対無理か、タメ語も恥ずかしすぎる。でもあのみんながさ、みんなとお話し会するときは結構もう、で僕はもうタメ語で行く。なんかせっかく来てくれてるからさ、こうちょっとやっぱ
ね、距離敬語とかにしちゃうと距離がさ遠いやん。だから近くにするためにタメ語使ってます。中本優太ヒョンと推し、そんなわけないでしょ。そんなもうそんな世界線ありますか。大河くんおタコのオタクだったけどエンジニア生まれました。やったー、ありがとう。またライブ来てな。で黄色のペンライト振ってください。僕の髪の毛振ってもいいよ、それか。うん。ちょっと一本くらいあげるわ。うん。あ、これ振って。今日誰やったか、メンバー誰か忘れたけど、これちょっとペンライト振りたいからって言って一本抜かれましたっけ。ヘアメイク中に。大学の4トンしたい。あ、高校での思い出何かありますか。僕はありません。高校は全く思い出がないんです。友達一人もおらんかったんで自分。そうなんです。だからみんな友達になってな。舞台海町ダイアリー、の舞台見に行きました。おお、そうなんや、ありがとう、来てくれた。どうでしたか、僕の藤井智明は、ね、今とはもうな全く面影がございませんが。ちょっとちょっと、タイガちゃんの魅力に気づくのがみんな早いって、演じ世界に嬉しい。おもろいこと言うね、ありがとう。髪の毛配ってください。配ることはないで。うん、配ったら自分もうツルツルになって髪できへんくなる。一本欲しい。1、2本ならあげるわ。今日中本黄色のうちを真ん中で2人って持ってた。今日ね、すっごい中本タイが持ってくれてる人いっぱいいたから、自分一応って言って言い方悪いけど、自分が見えた限りは全部目線は、送ったつもりです。でもね、あのやっぱ遠いから目なんて見えないからね、一本あ無料であげる。うん、関西弁映るんやけどって、ほら文字もやけどって言ってるやん、映ってるやん。今日初めまして、大河くんでした。ガオです、大河くん。大河ちゃん何でしょう、髪の毛入場者プレゼントしよう。ほんなら5000本あげなあかんやん今日。なくなる、多分この辺くらい、この辺より前は多分ないで。うん、2本目からは、そう、1本目無料にしよう。あ、だから、ファンクラブ、あ、僕たちのファンクラブ入ってくれたら、あの入会特典で1本無料にしよう。何言ってるん自分、ほんまに。ずっと大阪おって、な、大阪降りたいな。ずっと大阪めっちゃいい街やから。東京もいい街なんやけど、なんかやっぱ大阪に帰ってくるとやっぱ大阪やなって思うわ。自分にあっての大阪やなって。もともと香川やけん、ちょっと似てるだけ。ほんまかいな。なあ、そう、自分ね、ウィッグ買おうと思って、あのもうこの髪で外出るのはちょっともう僕恥ずかしいから、ウィッグ買って、ほんでそう、これ染めた時にウィッグ買うっていうのを美容院師の人と話して、そしたらそれあの似合うようにカットしてくれるって言ってくれたから、ウィッグ買います。帰りの新幹線でアマゾンで買います。 SC 特典、みんなね、中本大河を選んで履いてくれたら、髪の毛1本届くかもしれないです。阪神のユニフォームにぴったりの髪色、確かにな、そうやな、恥ずかしい。そう、恥ずかしいよ、そりゃ。そりゃ恥ずかしいよ。だって、めっちゃ痛い目に見る。さっきもセブン行ったんやけどさ、なんこんなところに、なんでこんな、な派手の人来て、ほんでヘアバンドして、って、なんかめっちゃ嫌な目で見られたり。絶対嫌や。自分も嫌やもん。店員しとって、ほんでこんな派手な髪の人が来てさ、割とチャラチャラしとる顔しとってさ、あの、タケノコの里とフルーツ牛乳買ってくる。若い男がおったら嫌やもん、自分も。髪の毛一本付き風呂前と最悪やん。今 FC 入ったんです。早っ。はい、髪の毛もらえますか、本気です。ちょ待って、ごめんどうしよう、みんなどうしよう、ほんまに入らせてしまった。待って、困った。じゃあもう今一本抜こうか、もうエアーでこう、でも一本抜くのは痛いから、なんか抜けてないかな、抜けてないな、ごめんなさい。何食べ、タケノコの里食べた、あ、騙したな、ごめん、ほんまにごめんなさい。やってしまった。
フルーツ牛乳だから僕は今フルーツ牛乳とお水とスタバとさっきコーヒー牛乳も飲んでたんやけど、お母さんに持ってかれました。そう、全部飲めずにこれちょうだいって言われてあげられた、取られた。髪の毛お揃いにしてくれんの？めっちゃ嬉しい。みんなでさ、この髪色にして渋谷のスクランブル交差点とか歩いてみたい。抜け髪探す大学マジで母性刺さりすぎ何の母性かな。それが夜ご飯。そう、それ夜ご飯ね、食べた、お弁当食べた。そう、電子レンジでチンして食べたよ。うん、あ、待って、これこれ。おお、すごいことになっちゃった、ごめんなさい。見て、あ、ほら、ちょっと全部長いから映らない。こう横にエンドロールみたいにするな。中本大河。あ、ごめん、こっち壁やからごめん、エンドロールできひん。はい、中本タイガースのタオル、そしてポンポンプリン。最近ポンポンプリンハマってんねん。ほんでヘアバンド、シナモン、あ、シナモンじゃない、ポンポンプリン、そうです。ごめんなさい、なんかそれだけ見せたかっただけです。はい、終わりですもう何にも結論オチを考えてませんでした、すいません。あ、ほんまにすいません。そうで、お家帰ってきたら家族がエンジンの YouTube を見てました。つける？これつける？これつけてやる？でもさ、せっかくなんかライブの感じあるやんほんなら最後つけよう。スクショの時につけよっかな。ね、あとちょっとで終わろうと思ってるからさ。その香川、うん、行く、かわいい、ありがとうじゃあこれで、あ、そうやな、最後にしような。はい、最後まで見てくれた人限定でつけましょう、じゃあ、まあ、あと多分10分くらいで終わりで、ほんまに今さ水が勝手に流れて、わかった。ほんでそれタイが後ろにとかタイミング良すぎやろ。今ちょっとドキッとしたで、ほんまにやめや。最後までありがとう、みんな。ピューロも言った、ありがとう、寝てまう、ね、寝てください。ほんならもう今日は見るしかない。いや、ちょっとその水流れたかびっくりした。うん、何何、ちょっとそう、ごめんね。ずっと見よくけんね、めっちゃいいな方言。ずっと見よくけんねってナチュラルに言うんやろ。おらへん、壁やん、ほら壁やで。お父さんの実家って怖いんやね。そう、お父さんの実家は食堂があるんですよ。食堂に僕の CD とか置いてくれてて、そうで、今日食堂の おっちゃんに挨拶しに行ってきました。タイムパッチンできんで、ほらほら、次は結婚であるね。結婚で会いましょう、みんな。ほんまに結婚も楽しみ、もう楽しみ楽しみ楽しみ、もう超楽しみ。だって、まあ、もちろん今日もね、笑い未来フェスでもうすっごい初めてこんな大きな会場立たせてもらったけど、もっと大きい、もう3倍くらいかな、大きさ的に言ったらね。もう自分のやっぱ大きなステージ立つのは夢やから、夢やったから、ほんまにみんなのおかげありがとう。それはほんまにありがとうって思ってる。もう2週間後かな、ちょうどね。もうみんな早く会おうな。
中本さんバリー好きっちゃん好きっちゃんなんかいいねドキッてする。指パッチンかっちょええでしょ。ほらねすごいでしょ。そうよ結婚な抽選当たらんかった人はオンラインってあるんかな。どうなんやろ結婚落選また会えねうん来てな。もういつでもエンジン待ってるから。そう自分たちはこうなんていうんやろな、エンジンはやっぱミューズのみんながおらへんとエンジンじゃないからさ。そう3つの円でさっきも言ったけど3つの円でできてるから1つの円でもなくなっちゃったらもうエンジンってやる必要ないからさ。だから自分のペースでゆっくりでもいいからね応援してくれたら嬉しいで。うん慣れないてかあんまりね配信みたいなのしないからね自分その声だけしかせえへんから。うんおーハートポポポって増えてんのこれなんなんこれすごい。当たらなかったらからオンラインで、あオンラインやっぱあるんや。そうなんや。そっかじゃあオンラインで見てな。オンラインもちゃんと意識して頑張るからみんなに届けるつもりで。黄色だよブレスレットかわいい。これをあのお母さんが買ってきてくれたやつ。そうあとこれは何やったかな忘れちゃった。小指見せて。小指見せるいいけど爪切ってないからあれだけど小指お小指曲がってるんですみんなやめてやいじるなほんまに。もう結婚オンラインかったありがとう。ハート食べる？お腹鳴っちゃった恥ずかしい。赤じゃなかった。そう赤じゃないです。食べて今食べたけど食べた瞬間お腹鳴ってすげえ恥ずかしい。去年傾向の配信大学のこと気になり始めて今年の傾向で大学くんと初めましてできるのエモい。それはエモいわ。それはエモい。うんめっちゃエモい。でも今日でさやっぱそのエンジンのこと知って一人でも知ってくれた人がおってさ、ほんでエンジンのライブ見に行ってみようとかさ、エンジンの YouTube 見てみようとか SNS 見てみようってかさ、今インスタライブ見てくれてる人も もしかしたらおるかもしれんけどさ、なんか嬉しいよね。そうどんどんエンジンの輪が円が大きくなってってるやんね。裏でガグがたくみくんとの取り合いしてるの楽しみにし、取り合いなんてしてないよ別にお互いそれぞれ仲いいから。そうハート食べるってそういうことじゃないよ。どういうこと？ハート食べる？こうじゃないの？ワンマンもあるよ。そうワンマンも来てほしい。指折れてから小指曲がっとる。それはあんまりよろしくないな。それは心配やけど。エンジンさんって好きになる要素しかないやったね。大学かっこいい好きありがとう。ねえでもなんか顔出し配信って楽しいな。めっちゃ久しぶりにやったからいや全然やめたくない気持ちでいっぱいなんですけど、ね、右下のハートこれ押せるのどうやって押すんだろう。押せないのかな、ね、あそのハート食べあそういうことができるな メイクかわいいやった。そう最近メイク結構ハマってて、うん、そうでも自分これ眉毛メイク落としたらなくなる。真っ白にまで抜いちゃったから全くない。これからもインライト高頻度でやってね。インライはなんか特別な日だけにしようと思ってて、その大きなライブがあった時とか。だから大きなライブって次いつあるかなって思ったらいつでしょうって感じじゃんね。ちなみにヒントは2日連続でやろうと思ってます。2日連続でいつでしょう。いつ正解は言いません。スペースはコメントしにくい。あそうなんや。あーそっかツイートせなあかんからかな。でもみんなやってくれてんのはツイートしにくいからなんか新しいそのスペース用のアカウント作ってやってくれてる。抜いたんだ。どういうこと抜いた稽古の時はインダーあるかどうでしょう。ニヤニヤ、うん、そうエンジンは配信は予約制なんで。そうみんな結婚言うてて、そんなもうやめて。そんな言うてないやんほんま。世界で一番大河の田舎楽しい。めっちゃ嬉しい。ありがとう。好きなお菓子、好きなお菓子なんやろな。
ハニーバターチップス好き。名古屋来てね、行くスペースの方がコメント読んでくれる気がするから。そうね、インスタライブはコメントの量が多いから、推しをツイッターでコメントね。そうやんな、我々なんだよね。いやいやいや、みんなついてきて聞こえてないね。休校の時はスペースの方が嬉しいです。困ったな、どうしましょうまあ別にね、あ、どうしようって今答え言いそうになっちゃった。何言うてんの、あかんあかん。演者は時間割れがある。そう、時間割れがあるの。今欲しいものは、今欲しいものなんやろうな。欲しいものは、え、でもエンジンの現場に来てほしいっていう、それが欲しい。みんなが欲しい。だからなんかすごい、あの、めっちゃ浮気してる男みたいなこと言っちゃった、ごめんなさい。あとじゃあ3分くらいかな。もう1時間は以上やりません。うん、あ、仙台のナポート、みんな、3月にやった全国ツアーの仙台が、あの、ちょっと震災の営業でちょっとね、できなかったんですけど、6月3日仙台僕たち行くんで楽しみにしててな。うん、ね、みんなが欲しいよ、えぐい。そう、ごめん、それはほんまごめん、失言やわ、ほんまに失言です。エンジンの現場行きます、ありがとう。仙台嬉しいよね。自分もね、自分に仙台行ったことなくって、うん、初めて行くからめちゃめちゃ楽しみ。でもメンバー全員にずんだシェイクをおごらなあかんからいやいや、お金飛ぶ。もう仙台チケット追加あるんかな、どうなんやろな。でも前回ありがたいことに完売してたからな、その人たちが優先になるのか分からへんけど、ね、決まったらまたみんなに告知するね。うん、かっこよすぎて、みんな今日みんなかっこいいって言ってくれるもんな、嬉しいな。今日はぐっすり寝れそうです。大河君、これからも頑張ってありがとう。これからもじゃあ応援してください、お願いします。みんなが欲しいです、正解。よかった。牛タンも食べる、食べる、牛タン絶対食べる。最後スクショタイムしよっか。じゃあ、何がいい、何がいいかな、何がいいかな。大河君見れて元気出た、 何がいいかコメントして。大河君見れて元気出た、よかった。明日も頑張ってね、課題してからて、もちろん課題この後すぐやります、速攻やります。もうパッと間に合うか分からへんけど。ルダハートって何、次は傾向ね、会おうね、みんな。来週、ん、今何曜日、土曜日か。来週はまた金土日のどの変化でスペース、ツイッターのスペースやろうと思ってるんで、ツイッターもフォローして待っていてくださいね。エンジンポーズする？こうか。よし。あ、何？これ？あ、ハートかな？あ、あれポンポンプリン。プリンさん忘れてないよ。よし、やろうか、じゃあ。ね、めっちゃ後ついてよし、やりましょう。これどうやってやるの、最近メイク落としの時に使う。待って、足つるつるつる、あ、待って、つる、ちょっと待ってな、ちょっと待ってなちょっと待って、ちょっと待って、大丈夫、はい、大丈夫だと思います。え、これどうやってかぶるの、え、どうやってかぶるん、これ、ここが耳こなあかんねんから、あ、じゃあこっちかちょっと待って、めっちゃ恥ずかしいちょっと待ってな、はい、よし、待って、あ、またツルツル、ちょっと待って、ほんまにあかん、やばいやばい、ちょっと待って、あかん、膝の裏つりそう、ちょっと待って、よし、もうちょっと、あ、やばいやばい、ほんまにあかん、よし、はい、つりそう、よし、行きましょう、ポンポンプリン、イエーイ、ちょっとほんまにつりそうやから、あ、ちょ、あかん、ほんまにつる、ちょっと待って、ほんまにつる、痛い、もうあかん、膝曲げたらつってしまう。黄色と黄色でなんかあんまり違いが分かんないね、うん、じゃあ皆さん、1時間
まるまるね付き合ってくれてありがとう。本当に今日のね笑い未来フェスは初めてのエンジン史上初めての野外屋外でのライブやったんですけど、ほんまに5000人っていうねみんな来てくれて、ほんでエンジンのこと知らない人たちももちろんたくさんいらっしゃって、それでねエンジンのこと今日きっかけで好きになってくれた人ももしかしたらいるやろし、ほんまになんか自分は個人的にはドーベルマンインフィニティの皆さんとこう会う機会、お仕事として会える機会があって、本当にまあ夢みたいな話やったんですっごい嬉しかったし、もう今日はワクワクでテンションが爆上がりで、本当にみんなもたくさんプラカードを持ってくれててすっごい嬉しかったです。だからまたほんまにこういうフェスもあったらどん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 もうエンジン頑張って盛り上げていこうと思ってるし、でねまたワンマンとか来てもらってみんなと一緒に楽しめるライブを、作っていこうと思ってるので、皆さんまた全然ゆっくりでいいのでね、ちょっとでも気になった方はまたエンジンってちょっと調べて、あこんな人おるんやって調べる、軽く調べるくらいでいいので、またね一緒になんかライブ作っていきましょう。はい、じゃあほんまに今日来てくれた人もほんまにありがとうございましたね。ゴールデンウィークやからみんなしっかりお仕事ある方ももちろんいると思うんですけど、しっかり休んでね、有給とか取れる人は10連休とかできるからな。そうだからそれでゴールデンウィークを満喫してね、ちょっと、まあ、コロナのことはありますけどね、可能ななんかできる限りの遊びで楽しく過ごしてください。僕もみんなのに僕はあさってからか、稽古の、まあ、もうすでにずっとやってるんですけど、もう本格的にもう稽古だけにこう集中して14、15日の幕張メッセに向けて一生懸命練習して、みんなに会って楽しんでもらうために頑張るんで、また14、15日会いましょう。課題ありがとう。じゃあほんまに今日は多分割と朝から晩までね、天気も気温も不安定やったし、ちょっと風邪ひきやすいやろうから、あったかい格好して寝てください。ほんでゆっくり休んでね、夜行場で帰ってる方もいらっしゃるから、うん、ゆっくり寝て、ほんで歯は磨いてね、はいそうだから、まあまたね14、15日会えるの楽しみにしてますね。オンラインでも会える方は会いましょう。じゃあポンポンプリンも課題頑張ります。またね、インスタライブ楽しかったです。バイバーイ。